あなたの未来はベネット、夏野ゆうきです。この動画は初心者向け Vroid スタジオ講座のイントロダクションになっています。この講座シリーズでは Vroid スタジオを使ってできるだけ簡単にアバターの頭部を作る方法を解説します。最後まで完走すると右に表示しているようなアバターを作ることができます。使用するアプリケーションは Vroid スタジオの最新版、ペイントソフトのギンプ、操作の自動化ツールとして UWSC を使用します。動画の説明欄にダウンロードページのリンクを記載していますので、始める前にインストールしておきましょう。また、この講座での操作はすべてマウスで行います。講座は全部で9編構成です。それぞれの講座の内容と成果物を簡単に説明します。1回目、最低限の基本操作では、カメラの操作ややり直し操作、ファイルの保存など最低限の操作の説明を行います。2回目、プリセットでの組み立てでは、プリセットパーツを選んで、モデルを組み立てていきます。3回目、カラー調整とグラデーションでクオリティアップでは、簡単な色調整と、グラデーションテクスチャーを使った、髪の毛のクオリティアップ、肌テクスチャーへの影の描き込みで、立体感を作る方法を解説します。4回目、ペイントソフトでのテクスチャー調整と自作では、ペイントソフトのギンプを使った、髪の模様の作り方や、グラデーションの作り方、アイラインの調整方法を解説します。5回目、目元が大きい顔作りでは、目元全体のサイズ調整の方法や、瞳のサイズ調整について解説します。6回目、髪型のボリューム調整では、操作の自動化ツールを使った髪型のボリュームアップを解説します。7回目、髪型のアレンジでは、髪の毛を増やす方法や、毛先の調整方法、増やした髪の揺れ方を設定する方法を解説します。8回目、頭部に合わせた体型の調整では、頭身についての説明と、頭のサイズを小さくする方法を解説します。9回目、表情の設定では、口元が自然になるような調整方法を解説します。一つ一つ丁寧に解説していますので、ぜひ挑戦してみてください。それでは初心者向けVroid スタジオ講座、スタートです。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価、ぜひぜひよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。またね。バイバーイ。